この動画では、赤い霧を攻撃禁止ソロ縛りで攻略していきます。階層は歴史、コアページは紫の涙です。バトルページは回避、キゼル、蛇の障壁を3枚ずつ。貴族パッシブは、液化肉体、考えの歯車、臨戦、呼吸です。まずは愛情表現を取るために、わざとマッチに負けてネガティブエモーションを稼ぎます。キゼルだとマッチに勝ってしまうことも多いため、初手には回避が2枚欲しかったですが、1枚しか引けませんでした。しかも、回避も引き分けになり、全然感情が上がりませんね。未だに感情のシステムを完全に把握できてないので、ここら辺はプレミがあるかもしれませんがお許しください。結構ヒヤヒヤしましたが、なんとか引けましたね。ここから先はひたすら蛇の障壁で防御しながら、キセルでの回避を挟んで混乱抵抗値を回復します。デッキリストを見て、ドローどうすんの?って思った方もいると思いますが、なんと、蛇の障壁は使ってもなぜか消費されないため、延々と打ち続けることができます。ここは幸せな思い出を取ると、蛇の障壁のコストが0になってめちゃくちゃ強いですが、光という概念が消失して、プレイしててそんなに楽しくないので縛っちゃいました。その代わりに第1のダメージソース、残り火を獲得しました。まだこの段階ではわざと攻撃を食らうことはせず、ダメージソースが揃うまでは堅実に立ち回ります。早速第2のダメージソースにしてメイン火力の、奉仕を獲得しました。出血は以前ナーフが入ったとはいえ、まだまだ強いですね。ここは奉仕と残り火のエフェクトが4回発動してますが、効果はちゃんと1回分です。月にキセルや回避を合わせることで、大幅に混乱抵抗値を回復できます。縦切りや横切りに比べて処理は簡単ですが、食らうと一番痛い攻撃でもあるので注意が必要です。先ほどの幻想体カードは、無難にクイージを選択しました。攻撃しないので働き鉢は意味がありませんし、藁を取ってしまうとカーリーの速度ダイスが全て1になり、それが最強の効果で全て無限に変換されてしまいます。致命的とまではいきませんが結構面倒なことになります。さて、突進と大切断盾が同時に来ますね。少々痛いですがそこまで問題はないでしょう。さて、ここで最後のダメージソース、トゲの壁を獲得です。ここからはわざと攻撃を食らって、ダメージを押し付けていくのですが、少々混乱抵抗値が不安なので、一旦回復します。こんな風に突きと横切りを連発してくれると、混乱抵抗値の回復が楽でありがたいです。縦切りだとそれなりにキゼルを上から越えてくるので、少々怖いですね。さて、そろそろわざと攻撃を食らっていきます。気合の防御ダイスが妙に強くて時々カウンターもらうので、横切り一つと一緒に食らっちゃいましょうか。極端な話、大切断盾と突進はどちみち食らっちゃうので、それ以外全部不正で相手の体力が尽きるまで待ってもいいんですが、個人的にチキンレースが好きなのと、クリアタイム20分以内を目指しているため、あえてめちゃくちゃ危険なプレイをしています。実際この後何度か死にかけます。ここからは相手が力尽きるまで、ひたすらに、攻撃受けて回復してを繰り返します。これ以上特に解説することもないので、このまま勝利までのプレイ動画を垂れ流します。というのも、なぜかこの戦法で戦っていると、一度も大切断翼を打ってこないのです。EGO 解放後の変化といえば、たまに縦切りが反撃防御を貫通するようになるくらいです。余談ですが、宗教の会でも、か細い真紅の翼をダメージソースとして、同じようなことができます。そちらで赤い霧に勝つことはほぼ不可能だと思いますが、杖事務所とギリギリの戦いを楽しめます。30秒という時間制限がある上に、一つのミスでも死につながるので、プレイングを練習したい人や、プレッシャーに強くなりたい人におすすめです。今後のパッチで、蛇の障壁が普通に消費されるようになるかもしれないので、試したい方はお早めに。でも、別にゲームバランスをぶっ壊してるわけじゃないので、許してくれませんかプロムンさん。でもやっぱ幸せな思い出と合わせてマイマクレイコスで反撃9個訂正はダメな気が。というわけで、今度こそ解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。
最後までご視聴ありがとうございました。